ちょっと余裕を覚ませながら練習しながら。ごきげんよう、山口愛希です。今日は藤枝に来てます。静岡のバスツアーでね、静浜基地のね、航空祭のバスツアーがほんまつい最近あって、でまたこちらに藤枝で明日ライブなんですけど、同じホテルに泊まっているというすごい奇遇です。この紫のカバンが懐かしいです。はい、ということで今日はね、参りしたんですけど、明日ライブ頑張っていきたいなと思います。ちょっとね、ホテルを紹介したいと思います。もうここのホテル本当にいいと思う。すごく素敵。ほら見て、これで、大浴場もついてて、この服を着ながら大浴場に行くというタイプの、ホテルです。で、こんな感じで見て、ほら、はい、こういう感じで、トイレがあって、ここでお風呂も入れると。ちょっと暑いんで気をつけておきますけれど、もうちょうどいい、一人だったらちょうどいい大きさですよね。でね、なんか全てね、紫で統一してるんですよ。わかる？ゴミ箱も意外とこうでかいというね。部屋についてるゴミ箱がでかいのはすっごいありがたいですね。明日も一日頑張っていきたいなと思っています。じゃあ今からちょっと静岡の皆さんと一緒に和気あいあいと懇親を深めたいと思います。ちゃんと揃ってます。ということでお食事会です。静岡といったらお茶でしょということでね、このお茶がすごく変わったボトルに入ってたので、すごく斬新でした。もちろん私は飲みます。はい、ビールいただきます。で、美味しい食事をいただいてね、このね、日本酒なんですけど、私ラベルちゃんと取れてなかったですね。ピンボケ。もう本当に全部お料理も美味しくて楽しかったです。で、ここからですね、マジックを披露していただくんですけども、めちゃくちゃ楽しいんで見てみてください。これね、1個でカード取って自分の好きなカードにサインしてくださいみたいな。もう本当にこのカードの中にこう書くんですよ、油性でね。しかももうこれあれやんね、もったいないんですけどね、これがもうマジックなんですね。知らないんですけど、ごめんなさい。で、指パッチ鳴らしたら上に上がってくるっていう、すごー、こんなことある、こんなことあるんですかって。で、まだまだね、続くんですけど、これ一番下に置くじゃないですか。ほんと、俺ポッコが指パッチにするの、一番上にまさかの、はーんっていうことなんですよ。すっげー。でね、また違うね、マジックを見せてくれるんですけど、このね、なんか12のなんかわからない、ちょっとなんか黒のなんか、ほにょっとしたやつなんですけど、これ真ん中に入れます。で、これね、ただで組んじゃもう面白くねえよとか言って、こう、ランダムに組んでいくんですね、バラバラに。で、これもうぐちゃぐちゃですよねみたいな、ってガタッてって言って、で、僕が指パッチンすると、まさかの1個だけハッピーバースデー、ハッピーバースデーじゃない、ごめん間違えた、すいません、ごちそうさまでした。帰ってきました。はい、ということでですね、今からあやきはちょっと編集したりとか、明日の曲をやったりとかします。こんなのできるんかって感じなんですけど、できます、できます、はい、はできます。ということでね、さっきね、自販機行ってちょっとお酒をね、買おうかなと思ったんですけど、さすがにやめました。さすがにやめますよ、あやきも。さすがにあやきをあやたかにしました。偉いです。疲れた。楽しかった。みんなやっぱり優しいですね。静岡の方は優しいです。ということで、静岡の美味しいお茶もいっぱいいただいたので、今日はゆっくり休みたいなと思います。はい、ということで、あやたか飲みながら、ちょっと、化粧落としながら、お風呂入りながら、お風呂はもうちょっと先かな、ちょっと余裕を覚ましながら練習しながら過ごしたいなと思います。はい、明日までバイバイ。あはは、よ、藤枝の景色ですね、いいですね。ちょっと楽譜を整理してます。楽譜を整理してます。はい、大変ですね、これが一番大変です。頑張ります。静岡のラーメン、これ藤枝ロールだってさ、やってしまいまし、やってしまいまし。おはようございます。今日はライブ当日です。カフェでライブなんですけど、トークショーもあるんですよ。皆さんどうしましょう。
しっかり喋れるかちょっと不安ではあるんですけど、こんなんですから、歌は頑張って自分の出し切ることをしっかりやって出し切って、会場の皆さんと盛り上げたいなって思ってます。ということで、ライブ本番頑張ってきます。じゃあ行ってきます。すごい。声がけですね。すごいすごい。マスター弾けるんだ。あれ知らなかった？すっごい音。全然ダメだ。お昼ご飯でーす。皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今からトークショーします。トークショーはさすがにちょっとやめときます。さよなら。静岡に来たら絶対にうなぎは食べたいと思ってたんよ。だけど今日はやめとこうかって言いながらも帰りに寄ってきてしまいました。やりました。やっぱりね、うなぎは食べないといけないということで、今日は今からうなぎを食べて帰りたいと思います。じゃあうなぎを持っていきたいと思います。やっぱり静岡のお茶は美味しいですね。なんかもう心に染み渡る。顔は映ってる。うちの人映ってるから。いや、ここに映ってるわ顔。ここで全部物語っとくわ。こんな表情してます。おー、よかったね。まさかのこの味。で、あ、じゃあちょっと白焼きも。いただきます。いただきましょう。いただきます。ふわふわや。ふわふわです。ちょっと食べ方がむず。やばい、止まった。時が止まってる。どんな味？めっちゃ美味しい。やったね。逃げられへん。いただきます。スープ散るからいただきます。やば、めっちゃ美味しい。うまっ。お汁もうまっ。白焼きも食べな。お真ん中置いとこか。ボケられへん。普通に白のそのまま。このまま食べるの？このまま食べる。わさびつけて食べたいんじゃん。どうですか？おお、なんかこんな感じか。チャンネル登録よろしくね。え、どんな感じだ？取って。はい、どうぞ。ありがとう。そこ行って。じゃあこれ見て。見てる。ドレイン食べ。わ、でっかい。美味しそう。うまい。手返してもらう。まずそれしか言わない。最近ほんまそれしか言わない。
るほど。なんか白焼きってなんか味塩かかって、これか、これは山椒やもんな。え、あ、わさびつけて食べるんだ。塩、醤油つけるんかこれで。そうかもしれんな。醤油つけるんかな。白焼きってどうやって食べるんですか。調べて食べてください。そっから話は。塩やわさび。わさび。わさびやな。わさびやな。やな。これ半分くれたからこれ半分あげる。こんなわさびつけたらあかんか。つけすぎ、つけすぎかな。わさびつけすぎ。わさびつけすぎの方が美味しい。全然辛くない。うなぎの肝も入ってる。最高やな。すみません。うなぎの肝は全国ネットしたらあかん。うなぎの肝は美味しい。これは並ぶな。カイケラが来た時も並んでたから、ね、これは並びます。こんなに美味しかった。ゆっくりいただきます。ありがとうございます。全部きれいにいただきました。美味しかった。お漬物も美味しかった。はい、約5年ぶり6年ぶりくらいにうなぎを食べました。美味しかったです。今日もありがとうございます。じゃあまたね。